こんにちは、まーです。グラサマーやっていきたいと思います。はい、ということで、4月6日、本日ですね、ショートメンテナンスが完了しましたということで、盾の勇者の成り上がりコラボ3大リセット来ました。星5確定をリセット、コラボパック購入数、制限をリセット、イベント交換上リセット。まあ、コラボといえば、だいぶお決まりになってきましたね、このリセットね。はい。ということで、まあ、あとはあれだね、修行の間に、継戦クエストが登場。あと、エルメシオの覚醒ね、来ました。私、個人的にその、エルメシオのその覚醒前、その星5の姿というか、なんかこの人、絵的に、星6じゃねみたいな風になんか思ってたんですよ、前からね。すごい、あれだよ、性能とか無視ね、ガン無視で、思ってたから、なんか嬉しいですね、覚醒が来て。おー、ついにそのね、それ相応のなりになったかと。見た目だけじゃねえぞ、という風にね、なって嬉しいなと。なので、後日ね、早速覚醒できたらとは思うんですけどさ、かっこいいよね。うん、今どんな姿だったっけ、ちょっと再確認しようか、一応。私ね、絶対持ってんだよね。絶対持ってんだよねっていうかさ、持ってんのよ。あ、いたいたいた。ほら、かっこいいよね。なんかさ、掲げちゃってるけどさ、もうちょっと顔、どこみたいな感じだったけどさ、かっこいいよね。うん。またね、こうやって水パが強くなっていきますね。はい。ということで、まずね、無料召喚からいきまーす。もちろん今日はね、そのコラボリセットされたということでね、ガチャを引いていきたいと思っております。よいしょ。もう、イーグルもさ、限界突破席、ごとつしたいんだけど、なくてさ、なんかね、私ね、ずっとね、闇ケインね、ごとつしないで使ってたっていう事実にね、最近気づいてさ、超びっくりしましたね。あれ、こっちはあれだもんね、毎回確定だったもんね。はい。では、限定コラボユニット登場ということでね、リセット後の11連引いていきたいと思います。どうぞ。俺がやろう。お、お、お、みんな、ロイ虹タッチ、これやばい、これ絶対コラボキャラ来るでしょ、これはやばい。ちなみにね、今日はね、メンテ後すぐに引いてます、仕事が休みだったので。やばいってやばいって、1個だけど胸熱、これは胸熱だと思う、絶対みんなピックアップキャラ1体確定だと思うから。え、待って、コラボ以外ピックアップしてないよね、ちょっと確認してなかった。待って、お願い、誰でもいい、初ゲット、よっしゃ、やったーやったーやったー、めっちゃ嬉しい、嬉しい嬉しい嬉しい。いやー、最近下がってたグラ様のモチベをこうイーグルからどんどん上げてくるね、分かってるね。待って待って、めっちゃ嬉しいんだが、なんか喋り方気持ち悪くなっちゃった。嬉しいんだがとか言って、やった。しかも私さ、前さ、コラボ開始になった時のさ、動画でさ、このラフタリアが強いて言えば欲しいなみたいな、まあ、強いて言えばとかマジ生意気なんだけどさ、言ってたの覚えてる、みんな。私ね、言ってたのよ。そう、なんかさ、エンジョイ勢のくせにさ、みんな大したあれじゃないかな今回みたいなこと、そんな深追いしなくてもいいかなみたいな調子に乗ったこと言って言ってたんだけど、ちょっと待って、よく見ようか、よく見よう。光属性だったね。はいはいはい、かわいいね、笑顔が。クリティカル率 10% アップ、心強き味、命中率 20% アップ、自身がかばわれている場合、自身のダメージが 30% アップ、スキル一掃します、自身の奥義ゲージ10アップ、奥義、
1万パーの光属性物理ダメージクリティカル時に、自身の奥義ゲージが 50% アップ。奥義発動時自身がかばわれている場合15秒間、かばっているユニットの最大 HP25% アップ、 HP100。 あ、思い出した、この人あの主人公と使ったらよくないとか使ってみたいねとか言ってたよね。私思い出した。わ、すぐ覚醒できちゃうんだが、新奥義本気でいきます。35秒間自身のクリティカル率、スキル CT 速度 50% アップということで。なるほどね。もうじゃああれだ、こっちを打って奥義をこう打ってく感じの方がいいのかな。でもダメージはこっちの方がいいしね。はい、かばわれてる場合15秒間かばっているユニットの最大 HP30。 なるほどね。もう2人で1つ2個1みたいな感じなのかな。なるほどね。いや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 、嬉しいっすね。これは嬉しいですね。うん、リセットありがとうって感じ。マジでやったぜ。よし、錬金石もらいますわ。はいはい、ということでね、ラフタリアちゃん、名前合ってるかな、引きました。ありがとうございます。はい、ということでね、皆さんはね、今回リセット後のガチャはもう引きましたでしょうか。もしね、引いてたら、どんなキャラが出たとかね、引きの方をね、コメントで教えてくれたら嬉しいです。はい、ということで、よければチャンネル登録とツイッターのフォローよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。